皆さんこんにちは資格スケアで司法試験と予備試験の講師をしております加藤隆です令和2年司法試験担当過去問完全解説講義の刑法の第1回目となりますまずは令和2年司法試験担当の過去問について3つの問題の分類についてちょっと説明をさせていただきます で令和2年の、えー、司法試験の担当過去問の問題の分類は、えー、このようになります、えー、担当知識重視の問題は2問、えー、論文知識重視の問題が12問そして、えー、読解思考重視の問題が6問と、えー、なります、えー、したがって、えー、論文知識をしっかりと身につけてそれから読解思考のコツも身につけておけばこれでまあ20問中の18問の回答が可能になります えまあ若干ですねこの論文知識はどれぐらいあるのかによってえ担当知識重視の問題と論文知識重視の問題の振り分けっていうのは変わってくるんですけれどもまあ論文知識がえ少ない方であったとしてもえまあせいぜいですねこの担当知識重視の問題の個数っていうものはまあ4個か5個。 ぐらいにしかなりませんとなるとやっぱり論文知識と読解思考のコツで20問中の15問ぐらいは安定して正解することができるようになります。なので論文とそれから読解思考のコツで50点中の35点を安定して取れるようになるということをまず目指していただきたいと思っています。でそれができるようになったら 担当教与の知識っていうものを可能な範囲で身につけていって、徐々に点数をまあその40点とかまあ40点5円のですね、ま点数を目指していくということになります。まずは論文知識と読解技巧のコツで35点を安定して取れるようになっていただきたいと思います。そしてですね、刑法における担当知識重視の問題でありますが、まあ、どういったものなのかというと。 1> 第,1第1編の相続1条から72条それから第2編以降の犯罪のうち論文対策として正確に記憶する必要性が乏しい構成要件要素それから244条1項2項3項といった論文対策として正確に記憶する必要が乏しい条文知識こういったものあ正面から問う問題ですね。 で例えばですけれどもその逃走罪とかっていうのは論文でまあ絶対出ないとまでは言えないですけれども次第可能性性といいいうののははかなり低低でで論文対策として勉強すする必要性は低いですでこういったま逃走罪について取材したりだとかあとは244条、まあ、今年も司法試験で出ていますけれども244条という条文自体は重要ですし親族関係が必要される範囲についても論点がありますから論文知識と言えます。ただ 2項3項でそれぞれどういったことが定められているのか。 ということについて細かくですね、まあ、記憶しておかなければいけないっていうのは、それも担当知識レベルのことかなと思います。例えば親族のうちその同居まで要求される親族ってどの範囲の人なのかってことってことは、まあ、それはですね、まあ、担当知識レベルのことなんじゃないかなと思います。論文であればですね、そもそも条文めくってそのあたり確認することはできますからね。なのでそういったことについて記憶までしておかなければいけないというのは、まあの担当知識レベルの対策なんじゃないかなと思っております。それからですね。 刑法における論文知識重視の問題というものはこれ憲法と違いまして知識だけで解くのはちょっと難しいい問題が多いです憲法の論文知識重視の問題というものはその論文レベルの教科書知識だとか判例の知識というものをですね選択肢の表現と形式的に比較して両者が整合しているかどうかによって整合を判断することができるので知識だけで 解くことがでできるんですけれども刑法の場合にはそのミニ論文事例問題として事例問題を処理することになるので知識だけではなくてその知識の使い方っていう意味での論文レベルの理解ここまでなければいけません。なので単なる表面的な暗記ではなくて理解を伴った知識。 ででななけけければいけないわけです例えば判例の立場に従って因果関係の成否を判断させる問題であれば記憶した個々の判例の事例結論と選択肢の事例を表面的に比較して事例ごとに因果関係の成否を判断するのではなくて事案類型ごとの危険の現実仮説の適用方法という論文知識を使って事例ごとに因果関係の成否を判断します。 選択肢ごとにミニ論文事例問題として、因果関係の成否を論文的な思考によって判断することになります。なので、あ似たような判例で因果関係を認めていた。認めていなかったとっいうですね判断をするのではなくて、まずは危険の現実仮説の判断枠組みに従ってミニ論文事例問題として処理していく。 で最後にこの処理がですね正しいかどうかをまあ確認するために一応あの頭の中でですね関連する判例とまあ判例関連する判例はあったかどうかでこれはどういった事案でどういった結論だったのかということをノーマンで検索かけてあじゃあやっぱり判例はこの事例で因果関係否定したんだからまあ今回のこの選択肢でも因果関係なしだろうなっていう形で最終的にねチェックをするためにですね まあ判例の知識を使うっていうのがあるんですけども理想的には最初,から最初はですね論文的な解放によってミニ,事例もミニ論文事例問題として処理をして最後に脳内で判例のです、ね、検索をかけて最終的なチェックをするということが望ましいです。なのでこの因果関係の成否を問う問題においては個々の判例の事例と結論といったその表面的な知識が問われているのではなくて 個々の判例の事例と結論の集積によって導かれる事案類型ごとの危険の現実仮説の適用方法という重要論点における判例の規範の正しい適用の仕方これが問われていると理解するべきです、えー、従いまして結局その論文レベルの基礎固めができているかどうかっていうところでえ論文知識重視の問題のその正答率っていうのがえ変わってくるわけです なので、急がば回れです。担当の点数がですね、刑法で伸びないからといって、もうヤミ雲にこの過去問集とかね、ばーっともう手びろくやって、その表面的なまあ知識を増やしていくのではなくて、一つ一つですね、論文レベルの知識っていうものをちゃんと定着させて理解を深めていくという論文レベルの勉強をしっかりとやっていただきたいと思っております。知識のですね、幹、枝、葉のうち、幹をまずしっかり育てる勉強をしていただきたいと思います。 それからです、ね、刑法における読解思考重視の問題これはあの主として学説問題ですね。で問題を解く際の条件として学説が明示されていますから学説そのものを知らなくても思考読解でで選択肢の正を判断すすることができます逆に「思考読解」が正面から問われているので学説についての知識があったとしても「正語」を判断することはできません。 なので、えー、読解思考重視の問題に対応できるようになるためにこの学説についてその A 説 B 説 C 説の結論理由批判をバーッと覚えたとしてもこれは本当無意味に近いです。えー、そうではなくて、えー、読解思考ののコツっていうものを身につけますつまりこの回答の条件が示されるわけですよね。こういった見解とこういった見解を使って以下のなんかその正誤判断してくださいって言われたときにこの見解 A と見解 B についてその場ですぐに 理解できるようになるかどうかってことが大事です。その場でこの回答の条件として示されている見解をその場で理解して個々の事例に適用できるようになるためのま読解力と思考力っていうものをまあこれから鍛えていかなければいけません。もちろんその回答の条件となる見解がですね。 その既存の論点における学説だっていうことはですねよくあるんですけれども微妙に違ったりとか,とかするわけでしかも最終的にその学説の適用まで求められるわけですから結局ですね要求されてののはその読解力力思考力なわけですね回答の条件としてまあ自分が知ってる学説がですねまあその示されるってことはよくあることなんですけど結局この学説を個々の事例に適用して で例えばその犯罪が成立するかどうかとかどういった不都合性がありますかどうかってことその場で考えなければいけないわけですからやはりその知識プラス読解思考のコツというものをですね鍛えておかなければいけないと。 いうことになりますなのでこの読解思考重視の問題でうまくね正誤判断することはできないっていう方は知識に問題があるっていうよりも読解思考のコツが身についてないということですから知識を身につけるという勉強に走るのではなくてこの読解思考重視の問題ですね、まあ、私もその回答のコツについてお伝えしますからそのお伝えした回答のコツを踏まえて何回も何回も問題を解いてで自分の思考過程をですね問題を解いたことに確認して徐々に徐々に私の ええまあ試行課題に近いえものをですね身につけていただいてえそれを常識化していただきたいと思っています。それから第七問です。第七問ではですね犯罪理論と刑罰理論からの出題であります。でここではですね決定論と非決定論の対立に関する知識だとか刑罰理論に関する知識そのものが問われているわけではないと考えています。 えこれは会話文ではですね応報だとか決定論といった専門用語に対する具体的な記述もあるわけですからまあ、知識がなくても何とか回答することができますなので読解思考これに重点を置いたですね回答をここで身につけていただきたいと思いますでまず丸一見ていきましょうここでは応報っていう言葉が用いられておりまして応報の日本語としての意味は悪い行いに対する悪い報いですそうすると 刑罰は犯罪に対する非難を含むという考えと対応するのは社会統制の手段ではなくて応報、えーえー、これになりますしたがって丸 ① には応報が入りますそれからですね丸 ②、えー、ここでは刑罰の性質について、えー、悪い行いに対する悪い報いという意味での応報と捉えるた立場からは刑罰の正当化根拠として悪い行いをした犯罪者の改善構成というのが最初に出てくるのは不自然なわけです 最初に出てくるべきは悪い行いに対する悪い報いを与えることで、えー、正義の実現を図るという観点ですしたがって、えー、正義の実現という D が入ることになりますでさらに言うと B の発言3行目における犯罪に対する犯罪っていうことに対応するのは、えー、犯罪者の改善構成ではなくて正義の実現であるということからしても正義の実現が入ると判断することができます それから ③ ここはですね決定論と非決定論っていうものが何を意味しているのかっていうことをですねその場で判断するのは難しいと思うのでここは決定論非決定論のそれぞれの意味っていうものを事前に知識として持っておかないとどっちが入るのかってことは判断するのは難しいんじゃないかなと思います。ですが第7問っていうのはこれ組み合わせ問題でありますから。 えー、丸3に決、えー、決定定論論と非決定論どっちが入るかを判断することができなくてもあの成果を導くことができます。なので私だったら、えー、丸二まで解いて三飛ばして丸4まで丸五まで解いて最後に消去法によって、えー、回答を絞り込みます。で、えー、丸4、えー、見ていきますが C の発言1行目から5行目これが結論なわけですね。C の発言の1行目から5行目ここが結論です。 で、ここだけ読んでも、丸四に、えー、被害感情の緩和と、犯罪の予防、どっちが入るのかがわかりません。そこで、c. の発言における結論の、理由になっている。六行目、七行目を見ます。つまり、c. の発言の六行目、七行目っていうのは、これ結論を導く理由なんで。理由から、結論で何を言ってるのかってことをですね、推測するわけです。 で見ていきましょう。二段落目でありますが、犯罪によって得られる快楽を上回る苦痛を刑罰として予告すれば、一般人に対する威嚇的な効果があるからです。という C の発言六行目から七行目は、C が刑罰を課すことが許される根拠を丸四であると考える理由です。で、この理由っていうのは、C が一般人に対する威嚇的な効果を根拠にしていることから。 えー、丸4には犯罪による苦痛を刑罰として予告することによる一般人に対する威嚇的な効果を通じて犯罪を予防することを内容とする犯罪の予防これが入ると、えー、いうわけですね。なのであの結論理由って流れの文章もあります理由結論という流れの文章もあれば結論理由という文章もあります。でこの場合には理由からこの結論がどういった内容を意味しているのかってことを、えー、推測することになるわけですね。 それから5見ていきましょう丸に責任が入ると断定するのはちょっと難しいんじゃないかなと思います。とはいえここまで会話の中で一度も被害感情の話が出てきていないわけですね。あの選択肢とししててて被害感情って話も選択してないですからねと、えー、いうことなんでここまで一度も被害感情って話が出てきてないことと A が刑罰の正当化根拠として責任との結びつきが強い方法を 全面に出していることからすると、五には責任これが入ると判断することができるというわけです。まあこういったですね思考読解っていうものをその瞬時にまあ二分とかまあ二点五分ぐらいでやれできるようにしておかなければいけません。それから第八も見ていきましょう。これは公務執行妨害罪に関する問題でありまして、これは論文知識重視の問題、まあ人によっては担当知識重視の問題という位置づけにもなるんじゃないかなと思っています。 で第8問の、えー、まあ位置づけは難しいと「あ」「い」については公務執行妨害罪に関する論文知識だけで正誤判断することができるし特に「い」については判例の事案をあえて収集してる,してるんで判例の事案と結論の丸暗記ではこれ正誤の判断をすることはできません。なので本罪における間接暴行の規範を事例に正しく適用できるだけの深く正確な知識これが要求されます。いについてはこれ例例の事例の事丸暗記で 正語判断しようととすると間違ってしまう可能性が結構あります、まあ、あえてねだからその事例を修正してるんでしょうけどね。で他方「う」「え」特に「絵については担当知識レベルの細かい知識を主張する問題であるため担当知識重視の問題としての側面も、まあ、あるんじゃないかなと思います。ということですね、まあ、ちょっとこの第8問はですね。 消去法による絞り込みっていうのができないので担当知識っていうものが2つ取材されている以上は担当知識重視の問題っていうですね位置づけにもなるんじゃないかなと思っています。で、えー、見ていきましょうあこれはですね誤っていると。 ということになりますこれも間接暴行について基本的な考え方ですよねこれ論文レベルの話です括弧一見てください三行目からです物や第三者に対して加えられる暴行はそれが間接的に、えー、公務員の身体に物理的に影響を与えるものでなければいけませんなので、えー、例えばですね、えー、その物にですね私が例えばですねこの取り調べを受けているときにですねこの警察官の前でですね、えー、この自分はやってないんだって言ってこのツケをですねバーンと叩いたとで 月はバーンと叩いたことによってその目の前でですね、えー、とあの警察官としてはビクッとするわけですよねというのがその物理的な影響を与えるということですあの物に対する暴行を介して公務員の身体に物理的な影響を与えるっていう意味ですねビクッとさせるとかそういったそういったイメージですで、えー、事例 A においてはですね。 丸めたパンフレットをオつの顔面付近に23回突きつけてそのうち1回はパンフレットの先端が同人の顎に触れさらには2回にわたってオつが座っているです、ね、椅すを両手で持って椅子の前足を床から持ち上げて落とすことにより身体を揺さぶったんだから、まあ、問題なくです、ね、この身体に物理的な影響を与えるとして暴行を足りると。 あとは、まあ、公務執行をですね公務の執行を妨害するべき性質のものであると見えるんで暴行要件を満たすということなんで公,に公務執行防害罪が成立することになりますで大事なのは「い」です。「い」で本当にこの関節暴行についての理解があるかどうかっていうのが分かります。さっき言った通り、あり物に対する暴行っていうものは公務員の身体に物理的な影響を与えるものでなければいけません。ってことは公務員の面前で行わなければ 公務員に対して物理的なな影響を当たる余地はないわけですね例えば私が取り調べを受けていてですね取調べ官があの取調べ室から出ていったとでちょっと遠く離れていったところでですね私がそのツケをガンと叩いたとしてもそれ公務員に聞こえないわけなん取調べ官に聞こえないわけなんで物理的な影響っていうのはないわけですよね。目の前でガンってやるからこそあの公務員としてはビクッとしてですね物理的な影響を受けることになるわけです。でこのイの事例っていうものはですね 注射器を足で踏みつけてるんですけどもこれは警察官が自分の家に入ってくるにやってるんで警察官は注射器を踏みつけてる現場は見てないわけです。面前でこの関節物に対する暴行を行っていない以上は公務員がですねこの物に対する暴行を見てびくついたりです,ねするってことはないわけですから公務員に対する物理的な影響公務員の身体に対する物理的な影響というものはないと。 いうことになります。で従ってですね、でこのイレはこの公務執行妨害罪は成立しないという結論になります。これは結構大事なところなんで知っていただきたいところですね。それからウ これは誤っていると公務執行妨害罪の手段たる暴行または脅迫は別罪として暴行罪や脅迫罪を構成しないが傷害罪、脅迫罪強烈罪,強,罪強盗罪殺人罪などの成立を決する場合には別途これらの犯罪も成立することになりますでこれらは関連的強固になるわけですねであとえここはすごい細かいですねただ、まあ、担当地域としてこのあたり知っておきましょう公務執行妨害罪の客体である公務員には外国の公務員は、えー、含まれません でえー、今回の,です、ね、この日本国内にある大使館に、えー、にああるる、ねえーえー、日本国内にある外国大使館の職員、オツ、これは公務執行妨害者の客体である公務員には当たらないということになるので公には本罪が成立しないということになります。 あとは最後をですねこれはもう論文知識で解く問題かなと思います。公務執行妨害罪の書か,かれざる構成要件要素として職務の適法性要件がありましてこの適法性というのは一丸二丸三の要件から構成されることになります。で,、えー、で同種事案においてはですねこの最高裁判例がありまして職務の適法性を肯定しているわけですね。ですがこの判例知ってるかどうかは関係ないと思います。 ちょっと私のの最後の名を書き見てください名を書きなお「お」については、えー、判例知らなくても誤ってると判断できると「3」が否定されるのは法律上の、えー、手続き、えー、方式のうち、えー、重要部分に違反した場合に限定されます。で「お」の事例では「公がその提示を求めることはなかった」として重要部分への違反を否定する方向に働く事情があえて書かれています。しかもおつに規則違反があった以上のの調査は職務の権限外 の行為であるという記述は法律上の手続き方式のに何らかの違反があれば一律にマル三が否定されることを前提とした記述であると読める読むこともできます。こういったですね、まあ分析思考を変ることによってオが誤っていると合理的に判断することができるわけです。それからですね、第十三問見ていきましょう。ここはまあ補助の製品に関するですね、まあ問題なんですけれども。 これは読解思考重視の問題です。で、このなかその穴埋め問題みたいな問題でですね、これはもう読解思考重視の問題であることがほとんどなんですけれども、こういった問題でですね、その読解思考のコツっていうのをですね、徐々に徐々にこの鍛えていただきたいと思っています。え見ていきましょう。えー、丸一でありますがあとちなみにですね、この丸一から丸五って流れでその空白が並んでるんですけれども、必ずしも丸一丸二丸三丸四丸五っていう順に この空欄を埋めていけるというわけではありません。2に入ることがわかるからこそ、次にこの丸一がですね補充されるっていうこともあるわけです。なのでこれはもう解き方のね方法として知っておいてください。基本的には丸一丸二丸三丸四丸五っていう順序でまあ、穴を埋めていくんですけれども、場合によっては丸二を埋めるからこそ丸一に何が入るかが明らかになるっていうこともありますから、これは回答の仕方として知っておきましょう。 ままず ① でありますでちょっと学生 A の発言から読んでいきますけど1に「乙にほ助は成立すると思うか」で「でう助行為と結果との間に物理的因果性も心的因果性もないと思うので乙にほ助犯は成立しないだろうと」とここを読んでるだけではですね条件関係がない事案なのかそれとも促進的因果関係すらない事案なのかここまでがわからないわけですね。 ということなんで、次に会話を進めることになります。A の発言の二つ目から、B の発言三つ目まで読むと。丸二の事例が条件関係まではないが、精神的な後押しによる心理的な促進的因果関係は認められる事例であるということがわかります。でそこから、丸一の事例が促進的因果関係すら認められない事例であるということも導かれることになります。 したがって、えー、丸1には事例 A が入りで丸2には事例 I、e、が入ることになります。でこのようにですね、えー、丸2まで判断して初めて丸1に何が入るかってことが分かるってこともあるんですね。これはまあ回答の仕方として、えー、知っておきましょう。で、えー、丸2、えー、ここには I、e、が入ります。これはあの丸1のです、ね、判断過程ですでに説明をした通りです。えー、それから丸3見ていきます。で残っている選択肢はですね ここの時点で残っている選択肢はお、あ、うの3つのわけですで、B の発言見ていきましょう B の発言の4つ目です丸 ② と同じ理由でオツに法助犯の成立を認められるように思うただ教祖犯の成立を認める余地もあるかもしれないねと書いてありましてこの丸 ② と同じ理由でオツニ法助犯の成立が認められるように思うここまでではをあ のどれが丸三に入るのかはわかりません。ですが、ただ。教唆犯の成立余地を認める余地もあるかもしれませんのとねと。あるので。丸三にはお。おあうのうち。教唆犯成立余地がある事例が入るんだと。いうことがわかります。そこでお。おあうのうち。教唆犯成立余地がある事例っていうのはどれか。っていうと。これはおなわけですね。あとうでは。 公がオツの関与前から犯罪実行を決意しているのでオツ、えー、の公に対する犯罪事実を決意させる、えー、そそのかしがあったと、えー、認めることはできないわけですなので強さ肯定の余地はありませんこれに対して王では公がどの時点でアキスを実行する決意をしていたのかが不明なのでオツがアキスに使うことができるものとして、えー、V 型の合鍵を公に渡したことが、えー、公のアキス実行を決意、えー、をそそ,のかせるとそそのかしたとして 強さに当たると評価される余地がありますしたがって ③ にはおこれが入ることになると残るは、えー、あとうですで、えー、学生 A のですね発言を見てみましょう学生 A④ はどうだろうか判例は変面的法助を肯定する以上おつに法助犯が成立するんじゃないかということであ丸 ④ には変面的法助の事例が入るんだなということがわかるわけですね じゃああとう見てみるとこれどっちも偏面的補助のずらですとなるとここの学生の A B のですね発言だければ丸四にあうどちらが入るかがわかりませんそこで最後の会話文まで見て丸五に何が入るのかってことから考えることになりますで丸五ではヒントがありますこの場合乙の立場を考えれば 補助班が成立すると思うよと,ということなんで、おつの立場以下によって補助班の成否がえー、まあ変わってくる事例がウに入るんだなということがわかります。そこで見てみますとウというものは店員おつによる店内窃盗に対する不作為に対する補助の事例です。で仮におつが店員ではなくただの客で 店内の窃盗を見てるだけだったらさすがによほど特殊な事情がない限り客が他の客による窃盗をですね阻止するっていう義務はないわけです。ということなので「う」というものは店員という立場に着目して店内窃盗を阻止する作為義務があったんだとして不作為によるほ助を認める余地がある事例なわけですね。なのでこの「乙の立場によってほ助犯の成否が左右されるっていうのは「う」です。したがって 丸五にはうが入ることになって、で、その結果として、丸四にはあが入ると結論付けることになります。この穴埋め問題については、ですね。まあ、その思考過程とをちゃんと身につけるとともに、さらにはその解き方に慣れて、ですね。そのスピーディーに、もう二分とか、まあ、少なくとも2.5分で解けるようになっておかなければいけません。それ。